すいません、適当にパスもらえませんか。あ、せめて取られんなよ。え、今どうやってパスと。存在感のなさを利用してパスの中継役に。しかもボールに触ってる時間が極端に短い。ミスディレクション、手品などに使われるテクニック。それによって自分以外に相手の意識を誘導する。おいおい、なんだこりゃ。パスもびっくりだが、それより試合中に姿を見失うとかあんのか。ミスディレクション、あ、手品などで使われる人の視線を誘導するテクニックです。手品？例えばカットを切る直前、目線や仕草でマークマンの目をボールや他の選手に誘導する。結果、元々の影の薄さと相まって彼はコート上から幻のように姿を消す。ボールと鏡の間に飛び込めば。今度は取られません。これまでは来たパスの向きを変えるだけでしたが、このパスは加速する。ボールをぶん殴る。強襲通よ。おい、青峰に黒子のパスは通用しねえはずだろうが。どういうつもりだ。このフォームはイグライドパス。いえ、少し違います。イグナイトパス。かい。横のロングパス？バスケは速攻の時とかで縦のロングパスはあるけど、サッカーのようなコートを横切るパスはまず使えない。そりゃあ、そんなのまずカットされるだけど、うちには一人いるわ。その不可能を可能に変える選手がね。さあ、ナイスパス、クロコ。これは横のロングパス。マークを緩めるな。ハヤマ、前進み。エンペラー愛があるかないかです。ならば僕がその差を埋める目になります。バカな、ありえない。なぜお前が僕より早く僕の行く先にいる。鏡の動きを予知したのだよ。そして鏡と逆方向に動いた。それによって鏡の動きを予知した証に追いついた。仲間の未来を見る黒子だけのエンペラー愛。
切り札の偽ディレクションも効果切れや。気合だけじゃ何も変わらんで。それはちょっと違うな。切れたんじゃない、切れさせたんだ。消えたんじゃない、消したのよ。ミスディレクションが切れて初めて使える大技、クロコ君の正真正銘最後の切り札、ミスディレクションオーバーフロー。消え、叫んだ。おいヒューガムだ。外すやと。鉄、てめえ、まさか外させたんか、あいつが。オーバーフローにこんな使い方があるとは。味方から自分やなく、リングから自分への視線誘導、高速シュートの精度を下げるミスディレクション。